YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。とその前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、よろしくお願いします。はじめに当チャンネルは中立的な立場で発信しています。また、本コンテンツは事実をベースに作成しています。事実と感想を分けて発信していますのでよろしくお願いいたします。コメント、通知設定のオン、よろしくお願いします。では改めまして、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は世界1日あたり感染者160万人新記録。WHO 急増の津波来るについて紹介するわよ。ってタイトルからしてすごいぜ。先日までは感染者数が1桁に、なんて騒いでいたのにね。そうね、オミクロン株の登場で、180度状況が変わったわ。収束したと思ったのに、まだこんな生活が続くのか。落胆しているマリサにある数字を伝えておくわ。なんだぜ？2019年末に世界初の患者が報告されてから、瞬く間にパンデミックとなった新型コロナウイルス。なんだいきなり。あれから現在までで、一体どれくらいの感染者数と死亡者数を出してきたと思う？なんかいろんな情報をありすぎて、よくわからないぜ。感染者数は、全世界で3億1100万人。そして死亡者数は550万人よ。この数字を冷静に考えてみて。今現在、世界の人口が約70億人よ。ってことは、感染者数は全体の約 4.4% ほどってことだぜ。死亡者数は約 0.7% ほど。そこから何が見えるかしら。なるほど、そういうことか。視点がガラリと変わったぜ。さて、冷静さを取り戻したところで、本題へと移りましょう。それじゃあゆっくりしていってね。ということで、今回の動画では、1、1日の感染者数が約160万人超え、2、各国感染者数が歴代最多、3、オミクロン株で分かったこと、についてお話しするわ。まずは1の1日の感染者数が約160万人超えについてお話しするわね。何やら感染者急増の波が来るとのことだけど、一体、どんな話なんだ？例によって投稿主に聞いてみましょう。オミクロン株の拡散によって、世界の1日あたりの感染者がパンデミック開始以降、歴代最高の160万人を超えた。米国、英国、フランス、スペイン、イタリアなどが連日、歴代最高記録を更新し、WHO は感染者急増の津波が来ていると警告した。たった1日で160万人って。ちなみに、160万人を確認した前日は122万人だったそうよ。おお。つまり、たった1日で 30% も増加したってことだぜ。オミクロン株によるものなのか、人々が動き出したことによるものなのか、現時点では定かではない。この勢いだと、死亡者数も増えているんじゃないか？逆よ。むしろ減っているわ。そうなのか。新規感染者が急増したにもかかわらず、死亡者は減少傾向となった。AFP 通信の結果によると、2021年12月22から28日の間の、世界1日平均感染者は93万人余りで、歴代最多だった。しかし、同じ期間の死亡者数は1日平均6450人で、2020年10月末以降、最低水準だった。おお、死亡者数は逆に減っているのか。それは不幸中の幸いだぜ。ちなみに重症化や入院はどうなんだぜ？オミクロン株は、以前とは違って入院率や重篤度が低いみたい。なるほど。じゃあ、ロックダウンのような厳しい措置はなさそうだぜ。そうね。重篤化、入院、死亡者数が少ないこともあって、米国。英国に続き欧州でも自宅隔離の緩和に出ている。スペイン保健省は、新型コロナ感染時または感染者と密接接触時の隔離期間を10日から7日に短縮することにした。イタリアも120日以内にワクチンを接種したか、感染を回復した場合、自宅隔離をしないとし、ワクチン接種後120日が過ぎている場合、自宅隔離期間を7日から5日に短縮した。なるほど。経済を優先させる動きだぜ。ただ懸念されるのは、医療システムの崩壊よ。ほう。WHO のテドロス事務局長曰く。このような状況は疲弊した医療スタッフに大きな圧迫を加えて、医療システムを崩壊直前まで追い込むだろう。と警告している。コロナ禍でただでさえ疲弊しているのに、ここに来て感染者急増で追い打ちをかけてしまうってことだぜ。そういうこと。重篤化、入院、死亡が少ないことが何よりの救いね。じゃあ今回、世界で感染者急増とのことだけど、一番多い国はどこなんだ？それについては、次の章で話しましょうか。さて次はの各国感染者数が歴代最多についてお話しするわね。それでどこの国が一番、感染者が多いんだぜ？アメリカよ。ほう。1月10日、米国で報告された新型コロナウイルスの新規感染者は135万人で過去最多&世界最多。過去最多&世界最多。これまでの過去最多は1月3日の103万人。新規感染者の7日平均は2週間で3倍に増え、1日あたり70万人超。ごえ。病院はもとより、各方面に多大なる影響が出ている。なんだぜ？教職員やバス運転手の欠勤。ニューヨーク市では多数の職員が病欠。地下鉄3路線を運休。一部企業はこれまで、従業員のオフィス復帰を計画していたが、頓挫した。
生活にも影響。さらに学校にも影響が出ている。シカゴでは感染増への対応で当局と教員側が合意できず、4日連続で授業ができなかったそうよ。なんと、バイデン大統領曰く、子供は学校にいる時は安全だということを私たちは知っている。だからこそ、学校は継続して開くべきだと考えている。つまり、子供の心身の健康や進学を重視しているってことだぜ。バイデン大統領は、対面授業の重要性を強調しているようね。ニューヨーク市のアダムズ市長曰く、私たちは学校を開き続け、子供たちが安全な環境で過ごせるようにする。やっぱり、対面での授業を重視している。と入っても、実際はどうするんだぜ。教師や子供にマスクの着用を義務付けるのはもちろん、対象となる5歳以上の子供に対してはワクチンの接種を促しているみたい。ワクチン。また、クラスなどで感染が確認されても、他の子供に対しては自宅でウイルスの検査ができるキットを配り、陰性が確認され、症状がない場合は通学できるようにした。それは明暗だぜ。と入っても、やはり混乱は避けられない。他にも感染急増している国はあるのか？次は、イギリスね。1月4日の新規感染者数は21よろず8724人と過去最多。アメリカと比べれば少ないけど、過去最多か。1日あたりの感染者数が初めて20万人を超えた。なるほど。で、これに対し国はどんな方針なんだ？ジョンソン首相は、イングランドで規制強化は行わないと断言した。マスク着用など比較的緩い規則を当面維持する方針。重症者数や死者数に大きな変化はないことから、ロックダウンなどは導入せず現行体制で対応可能と判断しているわ。なるほど。イギリスも厳重措置は行わないってことだぜ。次はスペイン。10万人あたり2433人と過去最多を記録したわ。12月初旬から10倍以上に膨らんでいる。国の対応は？スペイン保健省は、1月10日から始まる新学期には対面授業を再開するとのこと。なるほど。次はイタリア。1月4日の新規感染者数は17よろず844人と、前日の6よろず8052人から急増し、こちらも過去最多。ほう。お隣、韓国。2021年12月26日時点で1080人。6日連続で1000人を超えた。数は少ないけど、増えているんだぜ。一番気になるのは、我が国日本だぜ。1日の感染者数が1週間で10倍以上。8000人台を記録。おう。1ヶ月前は、163人。つまり50倍に増加したことになる。1月1日に534人。4日に1265人。5日に2635人。6日に4470人。7日に6205、8日に8478人、1日2000人くらい増えているぜ。国の対応は？大きな動きはないみたい。無料 PCR 検査場設置するようね。日本政府は症状がある場合だけ検査の原則を変更。希望者全員無料検査にした。他には？外国人の入国禁止は当面維持する方針。ところで、なんでオミクロン株は重篤化や死亡が少ないんだぜ？それについては、次の章でお話しするとしましょう。さて最後は3のオミクロン株で分かったことについてお話しするわね。重篤化、死亡者の少ないオミクロン株について解説頼むぜ。では、投稿主さんお願いします。オランダと南アフリカ共和国でそれぞれ行われた研究によると、体内の抗体レベルが低下している場合でも、T 細胞が新型コロナウイルスのオミクロン変異株感染の重症化を防いでいる可能性がある。おお、何やらすごいぜ。T 細胞ってなんだ？T 細胞っていうのは、免疫系の中で注目度は高くないけど、ウイルスに感染した細胞を攻撃するという重要な役割を果たす細胞よ。ウイルスを攻撃するんだな。オランダのエラスムス大学と南アフリカのケープタウン大学は別々の研究で、ワクチン接種によってオミクロン株に対する防御に十分な T 細胞の増強が見られたと説明した。ほう、ワクチンによってか。T 細胞は抗体と違って、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質全体を標的にできる。変異の程度が大きいオミクロン株でも、スパイクタンパク質の大部分は従来株と同様よ。つまり、T 細胞は感染を防ぐことはできないけど、その後のダメージを最小限に抑えることができるの。おお、すごいぜ T 細胞。オミクロンが軽症で済む理由はまだあるわ。なんだぜ。実は英国の研究によると、オミクロン株はデルタ株と比べて、感染歴のないワクチン未接種者の重症化率が最大 30% 低いという結果が出ている。未接種者が低いんだな。さらに、ワクチン接種者や過去に感染歴がある人たちがオミクロン株に感染した場合、比較的軽症で済む場合が多いとのことよ。オミクロン株では過去の感染やワクチンで得た免疫による感染予防効果は大幅に低下するけど、入院や死亡を防ぐ効果は高く保たれている。ちょっと待った。感染歴のないワクチン未接種者。そして、ワクチン接種者や感染歴のある人は、比較的軽症で済むって、オミクロンはどんな人でも軽症かってことじゃないか。そうなるわね。謎。さらにさらに、オミクロン株の侵入経路にも謎がある。侵入経路？オミクロン株が細胞に感染する際に、従来株とは異なる侵入経路を優先するらしい、とのこと。どういうことだぜ？
武漢で発見された従来株と比較したら、スパイクタンパク質の30箇所程度でアミノ酸が置換されており、そのうち15箇所は免疫回避に関連する受容体結合部位に存在した。つまりどういうことだぜ？そもそも、コロナの細胞侵入経路は主に2つ。1つは、タンパク質分解酵素を介して細胞の表面から侵入する経路。もう1つは、食作用を介して細胞内商法となり、内部に侵入する経路。1つ目は、なんとなくわかるけど、もう1つの食作用ってなんだ？食作用とは、別名、鈍食とも言う。菌やその他の固形物を取り込む作用。体自らコロナを取り込むのか。なんでそんなことするんだぜ。それはわからないけど、私の憶測では自らコロナを取り込んで、コロナに対する免疫を獲得しようとしているのではないか、といったところ。だとしたらすごいぜ、この体。今回、感染者が急増したのは、この侵入経路が置き換えられ、さらに食作用によって、自ら体内に取り込んでいるからではないか。そんな憶測が成り立つわ。まるで、人間の体がコロナを必要としているみたいだぜ。あくまで憶測なのであしからず。なるほど。感染者急増の波が押し寄せているけど、それに一喜一憂してはいけないぜ。その通り。なぜ増えているのか？と疑問を持ち、冷静に判断することが求められるわ。なぜ？は大事だぜ。そういうこと。では、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。